さ本日は本当にお忙しい中、ありがとうございます。各宗教の代表の方々、本当に大使の方々、本当にありがとうございます。お忙しい中、感謝いたします。神戸平和劇場象は13年になります。13年前は、単なる宗教者として一緒に祈ろうという会から始まったんですけども、それと同時に、 お互いの宗教の共通性を研究しようじゃないかということも目的の一つでしたそしてお互いのお話を聞くお互いの宗教の話を聞いてそして共通点を見出していこうということになりましたでそれがもう実は昨年一昨年2019年に完成しましてそれを、えー、昨年ですけど、えー、英語で、えー、発行させていただきましたで それを結果ヘブライ大学からですね。あのお招きがございました。えーえー、まあ、私の研究はどうしてもそういうヘブライ大学とやるときには、あの旧約聖書をベースに話しないとえー、まあ、できないんですね。あの、学術的にで。まあ旧約聖書を使って話するわけです。で、まあ、私のポイントというのはイザヤ書。 今日皆さんの、今日話することはすべてこのカラーの A31 枚になっております。まあ、時間が5000年の話を十何プでしないといけないので、えー、これはもう後で見れるようになっております。で、この研究は、実は研究してて分かったんですけども、ハーバード大学がこの宗教の共通性を研究しようとして、10年やったらしいんですけど、最終的にはギブアップした。 もうこれは難しいとこういうことはできないと言ってたものが私たちはできたんですねこの神戸平和研究所という中でできたんですねでそのなぜそう言えるのかというのを皆さんにご説明したいと思いますで、えー、まず私のこのベースのテーマはイザヤ書19章25節になってますそこにはあのエジプトアッシリアイスラエル となっています。まあ、その、この言葉通りでございます。それと日本の関係というのを証明したわけですね。あのー、まあ、私の共同研究者というのは、この研究をするのには、えーえー、イスラエルの有名な博士なんですけども、アビゴルドシャハンという先生がいらっしゃって、その方はノーベル賞以外は全部もらっている方です。ええー、九十歳です。 えー、お写真で見ていただいたように今年行った時に一緒に家族と撮りました、まあ、彼は私を家族だと言ってくれてるんですそして、えー、彼,彼が失われた獣物の足跡というのを書かれたそれは日本について400ページも書いてあるんですねいろんな神社日本の神社仏閣の八代の九州のここでこういう掛け声で祭りをしているというまで書いてあります。 まあこの方と一緒に研究してたわけなんですねでその結果、えー、今年ですねあのヘブライ大学イスラエルのヘブライ大学のボード・オブ・ガバナーズという会にあの呼ばれましたでボード・オブ・ガバナーズっていったのはどんな会ですかっていうと、えーえー、学問にはいろんな分野がありますけれどもその各分野で世界をリードしている学者の集まり最先端の研究をしている学者の集まりでしたがって 呼ばれないといけないいいとけそしてしかもルールがございまして、えー、呼ばれた年は喋、えー、ってはいけない、えー、いわゆるじっとご挨拶するだけということですでその次の年からあの講演とか話ができるということなんですで私行きまして来年6月1日から4日までまあこれイスラエルの戦争でどうなるか分かりませんけれども一応来てくれと。 そして話してほしいということをいただきました。まあこれは世界的学者の,のいわゆるハーバートオックスフォード、MIT、いろんな大学で講演できるということにもなるわけなんです。非常にあの栄誉のあることなんです。で、まあその内内容はまあこれはまあ大学の学長お二人と副学長と私の友達であるあの。 ヘ大学の人文,あ人文学部長の写真ですね、その時の写真です。で、それを今日私どもがあのどうしてそう言えるのかというのを簡単によあのご説明していきます。まず、あの世界地図なんですけれども、皆さんは北を上にした地図を皆さんがあった、それは大航海時代、500年前からなんですね。昔は古代地図は東が上なんです。 東、つまり火の出るところが一番上ということなんですで一番聖なるところだったんですそれはエジプトからも分かるわけなんですねエジプトの、えーえー、ホルス神という最高神太陽神は朝日の,あの神様なんですそして彼はエジプトの空のマスターではなくて火の出るところ東の空のマスターなんです。で、 もう一つ世界の人が日本ということに気が付かない一つの原因は400年前のキング・ジェームスという、えー、ヘブライ語ギリシャ語からラテン語から、えー、ユダヤ人を入れ,に入れずに、えー、訳した聖書を皆さん呼んでるので気が付かないんですけれども実はあのオーラという言葉がありますけれどもオーラオーラがあるとかないとか言いますけれどもオーラという言葉はまあ太陽から来ているので。 当然光という意味があるんですヘブル語なんですけどもでもねですから今のキング・ジェームスは全部オーラと出てきたら東あの光光光と訳すわけなんですところがあの藤森先生も今日来ておられますけども先生の、えー、つまりヘブル語から英語の聖書の訳を見ますとオーラと引きますともろん光という意味がありますが場所を示す言葉なんです場所つまり 火の出るところ、ザ・ラランンド・サイズという意味があるんですオーラには。それを今の聖書は全部それを「光」「光」と訳しているので分からないんです。で、まあ、それを続いていきますと、えー、エジプトとじゃあアッシュリアとイスラエルと日本がどう結びついているんだということですとこれが証拠の一つです。これはは、えー、一番左端にあるの,はあの えー、エジプトの王様の漢方家の中です。はい、でここの端っこのところの漢方家の中に「大という文字が見えるでしょうか。日本の漢字の大「漢字の日本の漢字の「大がエジプトの古代エジプトの王様の漢方家の中に書いてあるのを最初に発見したわけです。そしてそれをずっと調べていくとなんと母天空を支える母なる神。 ヌトとかムトとか言いますがその体中が「大」という字が書かれていることに気が付いたんです。これはイスラエル学者に聞くといや星印だと思ってたと漢字とは思ってなかったということなんです。ところがもう体中「大」そして他のところにもちゃんと「大」という文字が出てきています。これ古代エエジジププトトででですよエジプトで日本語が流行ってたんでしょうか ということになってくるわけなんですですからこれ今重大な発見なわけなんですそして、えー、続いて、えー、言いますとその大というのは出雲大社日本の出雲大社はあ六角の中に大という文字があの社文なわけなんですねそして、えーえー 片野にありますす、えー、京都の南ですここは反西をやってたと歴史書に書いてあるんですけどもそこの、えー、神社は、えー、だからに祠らが小さな祠らが10ぐらいあるんですけどそこに大神社と書いてあるんです。ですからこれは大きい小さいを表しているのではなくて固有名詞の神であるということの証拠なんですね。はい、そしてここはメロナの形をしたあの獅子がいます。そして 皆様ご存じですけれども、えーあのあえー、伊勢神宮は太一なんですね神様は。太一御用という発表を着てあれお建て替えー、あの木を引きいろんな石を持ち込むわけなんです。で太一そしてじゃあその間はどうなのさというとこれ漢の王様の BC200 年かの竹艦一番福い竹艦には第一。 地が出ていますそしてまたあのインドのコインインドのコインこれは2,600 26年前のコインですそれにはダビデの星森が命の木もありそして私が発見したのは「第一」という文字のコインがなんと2,600年前にインドにあったわけなんですですから全部つながっております日本日本と。 はい、そしてもう一つエジプトの関係で言いますとこれはずっとアメリカで見つけたスミソみニア博物館で見つけたんですけどもえギザの墓の墓碑としか書いてないんですよ。でよく見るとよく読んでみるとこれ10の限界原型日本の仏教の十前観に似てるということが分かります。つまりモーセ,よりもモーセの10よりも800年古い時代のものなんです。 そこに既にもう日本の仏教の従前回そういうものがもうここにあるったということなんです。そして、えー、もう一つこれも死者の書と言ってごまかしてるんですけど西洋,の西洋の学者はみんなだからあのこれは死者の書と呼ばれてて皆さん何の意味かわからないですけどこれ最後の審判なんです。あのえー、要は、えー、人が死んだら アヌビスというあのジャッカルの,あの顔をしたああ神様があの神様の羽と心臓との重さをのバランスを測って合格した人はミイラカ OK で不合格の方はというとあのワニの頭下あのあの神様がいてバクッと心臓を食べてあの再生不可ミイラか不可になるわけなんです。 だからこれは最後の審判なんです合格した人はホルシンの前に連れて行かれるわけです。でこれが、えー、エジプトの関係そして、えー、これは皆さんびっくりするかもしれませんけどコプト教という、えー、エジプトのキリスト教ですねの,あの牧師がこのアヌビスの面をかぶっていろんな祈りやそういうことをしてたということのあものです。でそれが中国で、えー、ジャッカル。 がですね狐に変わるんです、えー、のひのひのひって言うんですねジャ,ジャックから中国語ではのひのひが狐に変わるんです中国でそして日本の稲荷になってるわけなんですはいで続きまして皆さんびっくりしますか知りませんが要は、えー、ヘロドトスというギリシャ人の古代歴史家がいらっしゃいましてその方の本を読みますとエジプトの からギリシャの神々で、えー、ポセイドンとディ,アスロディアオロスという神以外は全部エジプトから来たと書いています彼がそしてもっとみんなびっくりした日本人と似てるということなんですよあの祭司や、あのー、そういう方はみんな坊主なんですね王様も坊主なんですねであのヘラクレスというのもギリシャではなくてもともとはエジプト4代までエジプトにいたんだと。 4代目までそして牛の反債をしていたそしてカツもそこから来たまあゼウスの姿は羊っていうのもそこから始まったと書いてあるように日本は鹿ですけどね、えー、もっとびっくりするのはお辞儀ですお辞儀。それから年長者に道を譲るこれはエジプトの儀式あのマナーだと書いてあるんですそしてもっとびっくりするのは生まれ月きに字の書き方も右から左に書く まあ、日本の古代は右から左に書きますそして生年月日による、えー、いわゆる運命運勢ですねそれもエジプトから来てるんだということです。で、えー、私が発見したのはカルナック神殿で、えー、先ほど言った牛の反塞をしてたこれカルナック神殿ってすごい最高に大きいとこなんですけどもその一番奥の奥の死政所の前にこう反塞の台が 石の台がちゃんとありましたこれも私が発見しました。で、えー、もう一つ重要なことあのこれエジプトのユダヤ教の会会あので買ったんですけどもケーブル語で「ヤーエ」と「ヤーエ」と書いてありますけどそれを180度ひっくり返しますとアラビア語でアラー「アラー」「アラー」「アラー」になるわけですね。アアラビア語でつまり ケブル文字をこうしただけでアラビア語で「アラー」になるんですよ「ヤーエ」が。ということなんです非常に簡単明快などこかかから来てるとということが分かるそしてこれはイスラム寺院で見つけましたけれどもこれエジプト最大の,あのイスラム寺院の看板ですそこにアテン神がちゃんと書いてあります太陽神。 手が出てますね太陽から手が出てるのはあれアテン神というんですけど太陽神なんですけどアテネの語源ですアテネというのはアテンツ、まあ、タ,タンカーメンはトゥトゥアンクアテンからトゥトゥトゥアンクアーメンになったからトゥタンカーメンなんですけど、まあ、アテン神、えー、がちゃんとイスラム寺院に書いてありますそれから、えー、もっと勉強することはこれはコプト教の教会です のの正面ですすこれホルス神のメガがありますそして、えー、太,太陽があってその下に十字架があるだからキリスト教も太陽神の信仰から来てるっていうのはもうこれは明確だしエジプトの神からつながっているというイザヤ書19二25節の説明にもなるわけですそして、えー、これはコプト教ですコプト教ののもので こういうい像がありますこれはア,テンア,ンアン君十字架とブドウとかもよってますからあの私も藤森先生もおっしゃってますけども「十回の偶像を作ってはならない」とは聖書には書いていない「えー、ヘブル語のに」の忠実に読めばつまり、えーえー、ほほほん本当に書いてある言葉はでも,でも世界中の「 100%, 100に近い人は偶像を作ってはならないと十回に書いてあると思ってらっしゃるんですがそうは書いてなくてあの知識のある人で彫、えー、ったもんや作ったものを神と信じる人はいないと気をつけなければならないのは心の中にある偶像だということを書いてあるのをいや一切偶像を作ってはならないと言ってるんだというんだったらこれは一体何であるんでしょうかということになるわけですね。 それにもう一つは私が発見しているのは、えー、ユダヤ教の幕屋の奥,の奥の契約の箱の上もしくはソロモン神殿の再現図にははっきりと、えー、ケルビムがの像があります黄金の像がもし十回の解釈が正しいならば「偶像でしょう」ですよケルビムってのは人の顔 OK 牛の顔 OK、えー、あのとあのわしの顔 OK、えー、獅子の顔 OK なんです だから偶像ですよだから、えー、この「第田章というのはみんなが100%信じてる10回の偶像を作ってはならないというのは書いてあるというのはそうでない証拠がここにあるわけですたくさんあるで続いてこれもそうですねコプト教ののの時代のものですすマリア像,像がありますそしてあのつい先日あのインターネットに出たんですけど エジ,エジプトからこういう仏教の像が出てきたとだからエジプトに仏教が伝わってたんだということになってるんですけど僕はそうではないとしているんですつまりコプト教というキリスト教が仏教になったんです大乗仏教にだからそれはエジプトが出てきて当たり前なんですで観音様もありますアブシあの、えー、いわゆるアスバンハイダムのアスバンの博物館のところに観音様 これスリランカとも共通するものがコト教の教の会と一致していますそれからこれはイスリランカですけどもスリランカ仏教家ですけどもダビデの星がその寺院の真ん前に書いてありますそしてこれはこれもスリランカですけどもメロラと太陽と足ですねはい足も聖書にあの書かれてるんですねあの神様の名前は一つではないんです 100ぐらい表現がある平和の君であったり羊飼いであったりいろんな名前があるんです100ぐらいあるんですその一つですでこれは仏教の、えー、最初のパキスタンにあるナーガ寺院ですけども釈迦さんがいてその横にヘラクレスがいるじゃないですかヘラクレスが写ってますねこれ初期の仏教寺院です、はい、だからえこの 衣装はギリシャかと僕は最初思ったんだけど、あ。これやっぱりエジプトなんだ、エジプトの衣装なんだ。ギリシャの衣装ってね、エジプトから営業されてるんだということが。いや、わかりました。これはウガンダ、今日は大使も来てるんで、ちょっとウガンダの白骨癌で。これ五千年前という書れてるあれです。あの、ウガンダは。あの、ナイル川の源流があるとこなんです。つまり、あの、ナイル川は六千七百キロぐらいあるんです。はい。 で,ですからあのその上流の一番上流がウガンダなんですでしかもその源泉のところはなんと皆さんびっくりすると思いますけどその地域の名は神社地域というんです神社,神社という地域なんですよなんで神社なんだろうかって聞いたんですけど誰もわからない昔から神社なんだとここはもう聖域のきれいなここからナイル川が始まっているところが神社地域なんですでそのウガンダの博物館にあった 学待のあれが全部七つ葉や九つの葉のメロラ・ハヌキアの原型と思われるものを持っているということなんですね。でこれはゾロアスター教ですね。ゾロアスター教のカーペットを見てみるとアフラーマスダーの王冠は「主という漢字の字のに2つついててメロラとハヌキアを表していると思うしこれメロラがはっきり書いてあります。これはもう イスラエル国立博物館にあるメロラと全く同じです。公式です。ですから、ゾロアスター教というのはそうよ。それでゾロスターのマークっていうのは和紙の羽とあのこの太陽なんですけど、これはこれはあのメソポタミアのもののギルムガメッシュなんですが、これはちゃんと聖書にマラキ書に書いてあるんです。神様のことを、私は癒しの翼を持つ義の太陽であると自分のことを言ってらっしゃる。 つまり、えー、翼を持ってて太陽がゾロアスターのマークになってるわけですで。それからゾロアスターの今日のアフガニスタンから出てきたものにはギリシャのアフロデティも出てますあります。でこれ十字架剣で万字も入ってます。はい、まあこれこういうのも出てくるし日本のあ古墳から出てくるのと「まがも出てますしもっと皆さんびっくりするのは ここ載せてませんけれどもあの,、えー、の鏡を持ってた女性は胸に葬られるのに女王クラスの人はの道教を胸にしてて葬られてただから宗教というのが全部ミックスである同じところから出るというのう証拠がもうアフガニスタンにあるんで,すでこれはタイも仏教国だと皆さん思ってらっしゃるけどこれ えー、十字架でこれ仏さん書いてあってこうなってここに十字架あるよアユタヤの遺跡なんか十字架だらけなんですよそうですねでこれこれもタイですピラミッドと、えー、メソポティアのジグラットが出てますこれ仏さんが全部書いてますこれが仏教の事実ですつまり日本は西方浄土だからインドで起こったから西田西だとて言うけどインドで起こったなら。 ならインドより西にないとおかしいわけで浄土がねインドで起こったんであればですよだから南とジクラッと仏さん入ってますはいこれは証拠ですえこっちかあこれですねこれはもうあの中国の天壇天壇ですねあの北京に今ありますけど昔は首都にあったわけなんですけど そこの正面ですけど皇帝三帝というのはもう全く聖書の創造しという同じ意味ですそしてその前にメロラ7本ちゃんとありますで牛の反塞をやってたわけです。ですから2,500年前から中国では皇帝の公式な行事として反塞やこういうことをやってたと,ということが 書いてありますそしてこれは前漢の孔子廟で儀式を行ったと書いてありますがそこに捧げられているものを見たら分かりますけど牛と羊とヤギを捧げているこれは孔子廟で反則が行われたという話です。はい、でそして中国の海風のユダヤ教の石碑には儒教道教仏教はアブラハムの教えから出たともちゃんと書いてある。 でそれでヘブル語の証拠はそのヘブル語で書かれている書類の下に絵が書いてあった絵があのロータスであったり真珠であったり各宗教のマークになっているというのがその証拠です。これがメロナとハヌキアというのは7本をメロナといいあの9本ハヌキアで実はあのメロナの作り方は九百聖世紀に書いてあるんです。 私尊敬されているのは彼らはハヌキアの祭りをするんだけどいつからかわからなかっただけど私は命の木から来ているので最初からセットであったんですよということを学者に説明しましたそして証拠を出したら彼らはものすごくびっくりして「なんで日本人のお前がそんなこと分かんねん」と <laughs> 言われましたけどあのメソポテミアから出たものも全部それを証明しています。でこれは皆さんユデア人も そんな動物やそんなものの原因はないんだと皆さん思ってらっしゃるんですけど私これはあの,あのヘブル語のニューヨークの空港のユダヤ教のところを経典を撮ってた写真ですで金の牛もあるし全部あるんですよだからみんなユダヤ人見たらびっくりするんすそんなあるはずないと思ってるんです今ないからない今の海峡の方も一緒今ないからないと信じてるんですだって私日本でもそうじゃないですか 神道研究家とか神仏教研究者のる方がいらっしゃるけど150年前までずっと何千年も一緒にやってたんじゃないんですかとそれが何で突然150年前に分けられただけでもう別のもんだとあの思ってる方がいらっしゃるということが現実の世界ですでそれがこういうことですね。でそれで要は私の友達もあの言ってるんですけどもそのさっきしました ヘブラ大学の人文学部長の西村先生は「あえら」にも毎月投稿されてますから読んでください彼ははっきりともうイスラエルの学者に「あのあイスラエルやその周辺掘り返すのやめろ」と「あんたら日本行って縄文研究しなさい」と「その方がよっぽどあなたらの未来がある」と <laughs> 言っておりますし書いておられますで出てきたもののいうのが、 えー、三大丸世紀のこれから出てきたんですねものすごくエジプトとかそういう関係をにおすしこういうあれは太陽の石なんですね太陽どこにでもありますけどこれ,れ7,000年6,900年ぐらい前のものですその上に村があり道路があり、えー、それがしかも先ほど見た塔はですねあの太さ1メー,ター以上の栗の木で高さ1 8ー,ターそれを あれだけ組み合わせる技術が7000年前日本にあったということがすごいと現実に行かれたらわかると思います本当にだから大いに研究されるつまり、えー、今世界の学者はい,あのいわゆる次の時代の覇権というのは別に軍事力とか経済力ではなくて文化の中ではもう本当大使も先ほどカデロ大使も言ってくださいましたけれども日本を研究すれあかんと日本の古代を研究する方が 本当に文化一つの一系できた世界一長い文化を誇ってるわけですねそれを研究せないといカタカムラやホツマやいろんな答えの文字をこれから研究していくことになるんではないかなと思いますまあ今日はそういうところで時間が来ましたんでありがとうございましたありがとうございました事長からの ご挨拶そして講演でございました。もう本当にいろいろな研究の成果が出ているということで、本日皆様のお手元に。